工芸機は、鳥取県八津郡八津町郡ケア在芝市にある、西日本旅客鉄道、若狭鉄道の駅である。JR が管轄する両社の共同使用駅。JR 西日本のインビ線と、若狭鉄道の若狭線が乗り入れている。若狭線は当駅が起点であるが、若狭線の半数の列車は JR インビ線に乗り入れ、鳥取駅まで運転される。 旧駅舎2014年4月から駅舎とコミュニティ施設を一体化した建物の建築工事を行い、2015年3月23日にプラットピア、ヤズとして開業した。駅構内短式、島式2面3線のホームを持つ地上駅。駅舎側が島式ホーム、駅舎反対側が短式ホームという配置で、ホーム間や駅舎とは構内踏切で連絡する。 また駅舎と一番線の間に対比線が一本、存在し時々ラッセル車や補線車両などが止まっていることもある。鳥取鉄道部が管理する JR 西日本直営駅であり、緑の窓口が設置されている。駅舎は2015年3月にコミュニティ施設と構築で建てられ、名称はプラットピア、ヤズ。延べ床面積は約460平方メートルあり、走行費は 約3億6千万円であった。鳥取県産の木材を使用し、大型ガラスを利用した最高を特徴としている。交流ギャラリーや街の観光協会、コンビニエンスストアが入居し、2階にはプラットホームを眺められる展望室もある。プラットピアの名前は、駅を連想するプラットホームと理想郷を意味するユートピアを組み合わせたものである。インビ線を通る特急、 スーパーハクト、スーパーイナバの隣の停車駅は、隠れ車記事を参照のこと、ありがとうございます。